こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。前回に引き続いてランクマッチをやっていこうと思います。デッキは今の魔剣士デッキにしてます。怒りと絶望で覆い尽くしてやろう。運命が私を勝利へと導いてくれます。対人なんでしょうね。勝ちたいとこですけどね。なかなか難しいっすね。私のターンだ。カウント1枚か。とりあえずこれでいいよ。さて、何にしようかしら。すべてを無に。そう。魔力解放。やるべきことはすべて終わった。一つ。私の手の中に。なんだあれ。何にするかな。やるべきことは全て終わった。私のターンです。私のターンだ。運命は一つ。はっ。無だ。すべてを無に。私のターンです。ちょっと黙ってしまいますね、これは。いい感じすぎて、ちょっと調子が良すぎますね。何にするかな。よし、これで今倒せるんじゃないか、これ相手をも。これで私の予言が間違っていたというの。わーい、勝った勝った。ランクアップ。わーい、よかったよかった。と第2戦やっていこうと思います。まあ同じでいきます。怒りと絶望で覆い尽くしてやろう。あ、マッチング、やっぱり対人なんでしょうね。うん。で、まあ夕方6時半ぐらいですけどね。
いるんですね、やっぱり。さあ、私と勝負よ。勝ちたい。高校か。先攻がやっぱ有利のような気がするんですよね。気合入れてくよ。まあ最初はもうこれは決まりました。こっちがやるべきことは。考えてるのね。わかります。僕も考え、私のターンだ。でもすること決まってるから、もう速攻で終わりますよ。はい、これやって、はい、これで、はい、ターンシュート。いでよ我が血族。思いっきりいくわよ。やめて。なんてこと。無だ。すべてを無。しかな。そしたら、どうしよう。やるべきことはすべて終わった。私のターンで。失敗したかな。うん、やっぱり駆け引きしますね。対人だから、まあ、将棋とか囲碁とかチェスとかそんな感じでしょうね。このカードバトルの、まあ相手も考えますよね。どうしようって。HP4 あるな。さて、どっちかな。ダメージを出てみると、相手も考えてるな。自分も考えますからね、ここは。いいっすよ。来たな。どうしよう。考える。やめて。お、お、違うんだ。無だ。すべてを無。来た。応援。2がもう1枚あればな、使ったんだけど、なんか、出てきた。すげえな。こっちか、こっちかダメか。いかんな。私のターンで。上からじゃないと、あ、こうガードされた時は上からじゃないとダメなのかな、攻撃は。こっちできなかったですもんね。どうなってんだろう。相手も考えますよね。俺も考えるもん、ここは絶対。次どうしよう。困る。そう、そう、来た。やめてー、そこやめて。
なんてことを。何にするかな。20以上もないしな。そう、いろいろ失敗したな。やるべきことはすべて終わった。気合い入れてくよ。いい勝負してますね。こっちの方がちょっと HP ないけど来るなー。ガードしたなー。また俺上ここ攻撃するしかないのかな。やだなぁ。あ、変えた？なんか変えられた。私の技、味わわせてあげる。やめて。やめて。あー、これはやばい。なんか逆転できるカード出して。やばいよ本当に。下げた。じゃあ銃やられるってこと？やばい。早くしないと終わっちゃうわ。やばい。負けたか。何にするか。じゃん。
負けた。負けちゃった。2回攻撃いいな。この私が破れるなど。負けました。くそー。チャララランあ、レベルは上がった。頑張ろう。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きからやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。